7月11日月曜日、川毛町浜田にある川毛公民館で、平成28年夏の交通安全県民運動出発式が開催されました。この出発式は7月11日から20日までの夏の交通安全県民運動に合わせて行われたもので、警察や津市交通安全父母の会、交通安全協会の会員など120名が参加しました。式の初めに津市交通安全対策会議会長の前橋長が、7月10日まで県内に交通死亡事故多発警報が発令されていました。皆さんも引き続き交通安全にご理解ご協力をお願いしますと挨拶しました。その後、私立黒田幼稚園の園児らから、川毛町老人クラブ連合会の皆さんに、夜散歩するときは明るい色の服を着て反射材をつけてね、自動車に乗るときは必ずシートベルトを締めてね、私たちも交通ルールを守ります、おじいさんおばあさんも交通ルールを守り交通事故に気をつけてねと、交通安全メッセージの伝達が行われました。園児らからの元気な呼びかけに対して、老人クラブ連合会からお礼の言葉と交通安全啓発グッズが贈られました。続いて、津市交通教育プロバイダによる反射材効果実験が行われました。反射材をつけた歩行者・自転車利用者と、反射材をつけない歩行者・自転車利用者が夜間にどのように見えるかといった反射材の効果や、夜間の交通事故を防止する工夫などを紹介しました。出発申告は、市内の交通死亡事故は6月末現在で8件発生し、昨年同時期と比べて4件増加しています。痛ましい交通事故を防止するため、交通指導取締部隊や広報啓発部隊の白バイやパトカーが出動し、式典が締めくくられました。